はい、どうも良平です。よろしくお願いします。はい、本日はちょっとね、時間が空いてしまいましたが、年末に行われました昌平図紅白戦の様子をお届けいたします。チーム昌平、馬昌平図ですね、 VS チーム良平、良平図との対戦になります。さあ、まずは先頭ライトに上がったフライを悠々とキャッチ。まずは先頭ライトフライに抑えます。さあ、お次のバッター、はい、変化球いいですね。ドロンと落ちるカーブですかね。ナイスボール、これもカーブ、緩急をうまく使い三振に抑えます。ツーアウト。さあ、バッターは昴生さん、はい、これも外いいボール、ストライクを奪っていく。やっぱね、でかいっすね、昴生さん。さあ、ピンクマン打てるのか。これが高々と上がった打球、ファールです。さあ、ツーストライク、追い込みました。おっと、いきなりやるな、いきなりやる、著作権。さあ、 BGM が流れ始めましたが、おー、これはセカンドゴロー、逆に気散っちゃいましたかね。まあ、初回3人で抑えております。さあ、昌平図守備、良平図攻撃ですね。はい、まずは良平図先頭ヒットで出塁となります。さあ、お次のバッター、フォアボール、しっかりと選んでいく、いいですね。これでいきなり初回チャンスとなっております。なんとかね、初回で先制したいところですよね。さあ、お次のバッター、これがドロンと落ちてくるカーブ、三振となります。ワンアウト。はい、そしてこれも高めのボール、三振です。いつバッターもフルスイングですからね。さあ、1点取ることができるのか。これが詰まりながらも落としていく、ナイスバッティング。二塁ランナーが帰ってくる、詰まりながらもね、センター前ヒット、ナイスバッティング。さあ、久々参加のラク君、うおー、すごいスイング、思いっきり振ってきますね。いいスイングです。あ、そして、おっと、ちょっと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 、狙撃されましたね。チームメイト狙撃しなくていいのにな。はい、ここはね、フルカウントしっかりと選んでいきます。満塁。さあ、ここでね、さらに追加点取れるのかと。これもカーブいいですね。カーブ、龍河のカーブが冴え渡っております。これはスイング、まあ、手出ちゃいますよね、あのカーブいいですね。さあ、追い込まれました。ここもカーブ、ショート取ってセカンド送球、まあ、1点失いましたがね、その後のピンチしっかりと抑えております。さあ、打席にはおたけびスイングのナオピーさん、うほー、気合入ってますね。ナイススイング、すげえスイングだな。そしてこれ、技ありバッティング、逆方向エンタイトルですよ、逆方向にエンタイトルですよ、すごいっすね、これぞ広角打法。はい、そしてこれがショートゴロかな、ただファースト送球がそれる、ヒットと、まあ、送球それた間にチャンス拡大となります。さあ、田島さん、高々と上がった打球、これはセカンドフライ、ワンアウトです。さあね、チャンスですよ昌平勢。これがファーストの裏にポトンと落とす、しぶとく落としてタイムリー、同点です。取られた後にすぐに取り返す。はい、そしてこれが、まあ、それがね、入りませんでしたね、フォアボールとなります。
さあ満塁のチャンスでクリッチ登場。クリッチで初代4番ですからね。はい、これ変化球かな、フォークチェンジアップ系。まず初球ストライク取っていきます。お次のボール振っていくもこれはファール。さあラストボールとなってしまう。これも変化球。いや、いいっすね変化球が。これも変化球を打たせてピッチャーゴロ。1点失いましたがね、満塁のピンチしのいでおります。さあ両フェーズ先頭はオッチョさん。これがめちゃくちゃ高く上がった打球、サードがきりとキャッチ、ワンアウトとなります。はい、これフルカウントから選んでフォアボール。さあランナー出ましたよ。これ強い打球ちょっとね弾きましたが、セカンドはアウト、まあ、ゲッツー取れませんでしたがね、落ち着いてセカンドでアウト取っております。さあバッター良平、これが三塁線を抜けていく。これで、ね、メタル初めて振ったんですよ。メタル初スイングで三塁線破っていきます。はい、チャンスとなります。正直ストレートしか待っていませんでした。はい、ツーアウトながらもチャンスですよ。これがただセカンドゴロとなりスリーアウト。ピンチでしたがね、落ち着いていましたね。さあ翔平この日初打席です。もちろんね手にはメタルを持っております。さあ打つことができるのか。これが初球打ってって、はい、抜けていく。しっかりとヒットで翔平ズ先頭出塁です。さあね、早いうちに勝ち越しておきたいところ。これ高々と上がった打球はセカンドフライ、おお正面かぶったのかな。三浦さんよく取りましたね、ナイスキャッチ、ワンアウトです。はい、そしてこれうまくすくっていくレフト線へ。さあランナー翔平は三塁へ向かうが、これはどうだ、セーフ、激走です。ナイスランスね、これはレフト線に落として、それで一塁ランナー三塁まで来ました。さあバッター高瀬さん、なあいいボールだったんですがフォアボール。満塁で先ほど超ナイスバッティングのナオピーさんだが、おたけびスイングもこれはインフィールドフライかな、ピッチャーフライとなります。さあこれなあ確かに厳しいコースではありますが、ピッチャーもね投げ込みましたし、キャッチャーもナイスキャッチングです。無失点、ナイスピッチ。さあピッチャー高生さんに変わっております、ね、ペロンチョというねスローボールの持ち主、これもね全力疾走で一塁をね SF もぎ取りました。はい、これまたもねスローボール当てていって、そして高生さんがセカンドへ投げるが、これが送球それてしまう。それでケント君は三塁へ。ちょっと無理していっちゃいましたね高生さん。まあね気迫あふれるプレーではありました。そしてこれ、おお背中の後ろ抜けてきましたね。フォアボールで満塁となります。さあ先ほどナイスバッティングですが、おほ痛い、でもまあね痛いですけど、デッドボール押し出しで1点をもぎ取ります。はい、そしてこれ思いっきり振っていきましたが三振となり、ワンアウト。はい、そしてこれがペロンチョ、法政さんのね殿下の宝刀ですから。そしてそのスローボールの後にまっすぐ、まあね、これぞねペロンチョの脅威ですよね。はい、ツーアウトとなります。さあバッターオッチョさん、ペロンチョ来たぞ来たぞ、打ったー。もう思いっきり移動してますよね、移動して打って、これが抜けていく、まあ、引きつけてと書いてありますが動いてですね。はい、そしてタイムリー、2点タイムリーです。はい、点差広げていきます。はい、これがねストライク入りませんでした、フォアボールとなり、またも満塁。これ詰まりながらも
落としていく。1人ホームイン、そして2人目もホームイン。点差広げていきます。しぶとく落としました。さあバッター両平、これ捉えた打球ではありましたが正面となってスリーアウト。まあね、でもねチーム両平結構な点を取ることができました。はい、そしてサードゴロ、ファースト送球は OK、 アウト、ワンアウト。ファーストもナイスプレーです。思いっきり振ってきますね、俊さん。いいスイング。そして俊さん、毎回恒例のデッドボール、本当に毎回すみません。俊さん本当に多いんですよね、デッドボール。はい、そしてこれ大久保君、ナイスバッティング。さあチャンスですよ。さあバッタークリッチ、フラフラッと上がった打球だがショート追いつくも取れず、サードはこれちょっと疑惑ではありますがサードセーフでチャンス拡大となります。はい、この打球センター犠牲フライは十分かな。下がって取って、はい、返球して、その間にサードランナーホームイン、1点返します。さあバッター翔平、2打席目です。思いっきり振っていくも、ちょっと泳いだかな。最後ちょっと泳がされたっすね。ピッチャーフライとなってしまいます。ありがとう。そしてはい、剛速球に対してライト前、華麗に流しましたね。二塁か、これは一塁でストップ、先頭出塁です。はい、これふわっと、怖いねー、またまた狙撃されました。怖かったです。さあケント君、前に飛ばしてくれ。これがうまいバッティング、コツンと当てて、ただ切れる。めっちゃいいバッティングだったんですけどね。技ありだけもわずかにファールとなります。さあ切り替えてフルカウント、カーブに三振。いや惜しいですね、さっきのバッティングがあったんでね、惜しかったですけど。そしてこれ落としたフォークかな、落として2者連続三振。はい、そして変化球、サードゴロだが全力疾走でヒットとなります。走りました、ナイスランです。これが弾いて、コースさん振れ右行ったらね、弾いちゃいましたね。バッテリーミスで追加点となります。これも弾いてしまい、二塁ランナーは三塁へ。さあまたまた追加点のチャンスです。ただここは思いっきり振っていく。力と力の勝負はピッチャーに軍配が上がりました。時間のためここまでとなります。今年も翔平図随時開催しています。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。